私の XTZ125 は購入後の早い段階で高層性の PWK タイプ28杯のキャブレターを入れましたその後セッティングに苦しみつつもやっと良いセッティングが出ていましたそのセッティングで山の方へ行っていたのですが標高が1 0 0 0メートルを超えると問題が起きてしまっていました問題というのは標高が高いところで 年長が濃くなってしまうことです特に高回転のアクセルの開け方が大きいところで濃すぎるのです現在のセッティングの状況をイメージにしたものです上の図が平地での状況ですおおむねちょうどいい感じになっています下の図がこのセッティングで標高1 0 0 0ル付近に行った場合の状況です 低速域は仕方ないと思いますが中速域ではきちんと走りますでも高速域では濃すぎて走りません高回転でアクセル全開で走ることは不可能な状態です以前に標高の高いところに行った際には現地でキャブのメインジェットを下げましたそれで少し走れるようになりましたメインジェットを下げた際のイメージです 上の図が産地で下の図が平地です産地では良い感じですが平地に戻ると普通によく使う部分が薄くなってしまいとても走行しにくい状態になりますこれらのセッティング状態からメインジェットは1つ下げて120番を使うと平地から産地まで使える状態になるようですメインジェット120番でセッティングを詰めたいのですが中間域が薄すぎるので そこを改善しなければいけません。中間域を濃くするために、ジェットニーボルを一つ濃いものにしました。N68B です。クリップ段数が一番で、薄いセッティングです。クリップ段数を下げてしまうと、低速域とのつながりが悪くなり、問題が起きます。この問題は、このキャブを入れた際に、一番苦労した部分です。ですから、 基本的にこのキャブではジェットニードルのクリップ位置は1番を使いますこのセッティングのイメージが上の図になりますジェットニードルはこの N68B が一番濃いものですそれでも中間域に薄いところがあり走行するのに支障がありますこれでは走れないので薄いところがなくなるまで クリップ位置を下げることにしましまたその結果クリップ位置を5番まで下げないと薄い部分はなくなりませんでしたそのイメージが下の図ですこのセッティングではよく使う低速域から中速域までがかなり濃くなってしまいやはり走れる状態ではなくなってしまいました困ったことに中間域の中で濃いところと薄いところがあり どうしても良い状態にできませんクリップ位置を一番のままでもっと濃くできるジェットニードルがあるといいのですがと色々考えジェットニードルを探している時にジェットニードルの寸法で気がついたことがありますこれが使っているジェットニードルの寸法です濃くするためにストレート部分のフットさが細いものを選び N68C や N68B を使っていましたところが標準で使われている N68A は太さは太いのですがストレート部分の長さが長いのですストレート部分が長いということはジェットニードルの中間域の中でも低速域に近い方が薄くなると思うのです今持っているジェットニードルの一番細いもの N68B と同じ太さで ストトレート部分の長いものがあれば低速域の部分を薄い方向にセッティングできるかもしれませんそれに該当するジェットニードルは N80A であることが分かりましたこの N80A を入手してセッティングを行いたいのですがせっかく購入しても狙った効果がなければ無駄な買い物になってしまいますそこで今は使っていない標準装備されていた N68A を細く削ることにしました。ストレート部分に紙ヤスリを巻いて、くるくると手で回しながら削ってみました。千分の1単位ではわかりませんが、とりあえず、100分の1のレベルでは削ることができました。この、自作して作った N80A を取り付けて走行テストしてみました。すると、大体いいこんな感じで、非常に良いセッティングになりました。 産地は標高800メートルぐらいしか走っていませんが今までと比べて濃い症状はなく下から上まできちんと年長が出ています PWK タイプのキャブレターは4ストロークエンジンに使うとセッティングが出しにくいようですがジェットニードルの選択肢があるので何とかなるかもしれません私も非常に勉強になりました現段階で とても満足できる状態となっており、これで高層性の PWK タイプのキャブレターセッティングが終わりにしたいと思います。